朝目が覚めて、まあ、まだ30分ぐらいで、まあこれ55になっても朝起きてもあれだね、このやっぱ朝の起きたばっかりのこれやっぱりあの年齢の衰えこそ感じるものの、あの下腹部の元気さっていうかね、あの下腹部だけで、その他のあの若いあの体育会系のあの部活動やってる高校生とかにはもう体力的には絶対及ばないんだけどっていうかなんですが、あの朝の寝ぼけ眼でも下腹部だけは結構意外に55歳でも俺はまだ元気なやつだったんだなっていう、 うーん、そういう状態なんですけど、まあ今日はあの医学博士らしく医学博士嘘だよっていう医学博士らしくあの健康グッズ紹介、え、そんなのあんのっていう感じで、まあドラッグストアでたまに物色するもんがあったりもするんだけど、俺はあのいわゆる神奈川県の三浦半島のちょっとまあ端っこよりはもうちょっとあの東京寄りなんだけど、かなり東京から離れて1時間ぐらい離れてるからみたいな、あの三浦半島のあるあの山奥に住んでるんだけど、山奥っていうか山の方に住んでて、まあ俺よくアウトドアやっちゃうっていうか、キャンプとか好きなやつなのかなと勘違いされてるかもしれないけど、まあ好きな友達はいるんだよね。で大昔だよね、だからもう20年か30年は来ないかもしれないけど、25年ぐらい前かな、あのキャンプにハマりだした友達が出てきたりするから、あのブリタ、これブリタっていう浄水ボトルなんだけど、あの水筒みたいなのはよく見つけるけど、これはまああのここら辺ね、ここにフィルターがついてて、俺は水道水でもこれを通してあの蛇口から入れて、この、まあ、いわゆる浄水器だよね、ここに活性炭って、まあ炭ね、炭、ここに炭とかが入ってて、他にもまあそのフィルター機能がまあほとんど浄水器につける、いわゆる浄水器あの蛇口に取り付けるのあれで交換するやつだから、これもこの中のフィルター部分だけ交換できるようになってるんだけど、まあこれはあのチョッパーっていうかさ、まあこういう部分でこんくらい水をあの蛇口から入れると、あのいろんなものをフィルターしてくれて、ろ過してくれて、あの水をまあいわゆるカルキとかあんまり飲みすぎたらどう悪いかっていうのは、それは他のことでね、他のチャンネルで健康オタクのチャンネルというか医学的なチャンネルで見てねっていうの、水道水そのまま飲んじゃうとどうなるかっていう。で最近手足口病って言ってプールでよく流行ってるじゃん、あれまあ若いまあ小学生の子が良くなりやすいのから、まあちっちゃい子がなりやすいよね。であの高校生や中学生もあれっていうのは手足口病とか溶連菌っていうんだけど、よくさ最近東京でも人食いバクテリア発見ってあったり、あるじゃん。それでね、あの人食いバクテリアでしょ、あのバクテリアって、まあ、いわゆる菌なんで、菌っていうか菌とバクテリアどう違うのって言うと、まあ菌なんだよね、あの悪い方の菌ね。だからいい方の菌だったらヨーグルトの菌とか善玉菌とか言うじゃん、あのだからあの健康にしてくれる菌もあれば体を蝕む菌もあったりして、それいいもん悪もんっていう、まあ、いわゆるヒーローもので言うの、あの悪役とか
善役とか、しかしあの悪役の方のあの女ボスに結構セクシーなの言っちゃったりするんだよ。俺記憶にあるけど、ね、あのなんだっけ、クモ女結構 エロかった、エロかったっていうかセクシーだったら、ほのかな色気を感じてたりとか、ね、あとあの妖怪もののまあ俺らもう親父世代の、まあ、昭和レトロなアニメで言うとドロロンエンマくんの雪子姫ね、あんなもん妖怪じゃんっていうか、もうお化けの話、お化けに結構子供心に威力感じちゃってたっていうか、まあほとんど白襦袢姿で出てきちゃったりするから、これはっきり言って下着姿で出てるキャラじゃんとかね。まあもっと言えばあのオリジナルのあのなんだっけ、ギリギリの鬼太郎の猫娘の顔知ってるかっていうの、あのね、最近のね、今やってるゲゲゲの鬼太郎の猫娘可愛くなってんね、あれと思ったんだよ。だけど当時の猫娘は今とちょっとルックス違うね、全然違うと思う。あのまあ知ってると思うけどね、今 YouTube で検索すりゃ昔の俺らの時代の猫娘って知ってると思うんだけど、普通猫娘に結構そのセクシーな色気を感じてたかっていう話なんだけど、感じちゃうんだよ感じてたんだよ俺は。だけど俺だけじゃなかったっていうのは多分最近のキャラ設定で、みんなもやっぱ猫娘に結構あの下腹部元気にしてもらってたんじゃねえのっていうな、小学生の頃からっていうな。まあそのこと言っちゃうとまあ最近の猫娘は可愛いから猫娘って可愛いキャラだよねって言えるんだけど、当時猫娘を可愛いって言ってるの恥ずかしかったんだよね、実はね、本当はね、内心ね。だけどあのそういうあのアニメキャラですげえ美少女じゃなくてもなんかこれ、あるよね、魅力ってそういうもんじゃないっていうのはアニメの世界でもあるんだなっていう、まあ現実の世界でも小学生とか中学生の頃に結構この子のこと好きだって言っちゃうと、なんていうのこれあの俺が言うのこれすごく恥ずかしいなっていう年頃ってあると思うんだけど、まあ、最近でもある、最近の子はもう正直にあの完璧にね、テレビのものすごく可愛らしいもうアニメキャラみたいなアイドルじゃない子でも、あの子大好きとか言っちゃう子はいるかもしれないけどね、俺らの時代はもうテレがあってさ、テレっていうか、なんていうの、恥ずかしげっていうけど、なんていうのか、自分でそれ正直に言うの臆面を持たずね、言えない年代っていうかさ、まあ、最近の子もそうなのかもしれないし、子供の頃は子供って素直で正直だから可愛いよねとか言うけど、実は素直じゃなかったなっていうの、俺らの頃はねっていうね。まあ最近のキッズは素直かどうかは知らないけど、ね、まあその少年っていうか男の頃その年齢によってはそれ正直にその言えないその心理状態っていうのはまあいつの時代も変わらないかもしれないけど、ね、でまあジャスミン茶は、ね、最近流行りだからね、コンビニでよくあるし、このルイボス茶、ルイボス茶もこれティーバッグで買ってったんだよ。まああのペットボトルで買うよりお得だし、水出しこういうねすぐフィルターにかけて水出ししちゃうとあのすぐ冷蔵庫で冷えたらまあ1時間ぐらい冷やせりゃ冷たいのが飲めるから、まあ、氷も用意しときゃこれで水作って氷作ってっていう、なかなかいい上質なそのペットボトル飲料よりもあのお手軽に安くお手頃価格でできるからこっちの方が経済的だな。ペットボトルでどうしても緊急の時に飲まなきゃいけない時はもうペットボトル飲料買うんだけど、それとまあどっちかいうと俺らの世代はお茶にペットボトルのお茶に金払うってちょっとなんか不満っていうか悔しいっていうのがあるんだよ。味がついてるんだけどね、お茶にもお茶にもまあ特に最近は水にもお金払ってるけど、まあ昔の人か日本人は
水とあんでんはタダだと思ってるらしいがとか言うけど、よく考えたら水道料金って考えたら、水道料金結構まあ安い方だけどね、日本はまあまあ安定してて、めちゃくちゃ死ぬようなことはないけど、最近水道水にもその人食いバクテリアっていうのは、実はジャンル的にはプールで感染する手足口病の溶連菌と似たようなジャンルのバクテリア菌なんだよ。でまあそのバクテリア菌をこのフィルターで、フィルター、まあ、ここでろ過して正しくしてくれるかどうかは、それに関しては根拠ははっきりしたことは言えないけど、まあ多少はフィルターしてくれるだけあって、水道水よりはマシなお水が飲める、浄水ボトルで、浄水まあ、いわゆるドン・キホーテみたいな、ドン・キホーテとか、ホームセンターみたいなとこで買えます。これで約3000円ぐらいで、ね、で俺は買ったけど、まあオープン価格だからお店によって値段違うと思うけど、で溶連菌ね、プールで感染する溶連菌っていうのは、感染したところで子供の場合死に至ることはないんだけど、実は成人男性、成人女性ね、大人の方がその人食いバクテリアに感染する可能性が高いんだね。それでそれはなぜかっていうのは分かんないな、免疫力の問題なんだろうね。で俺はね、なんかの本で読んだんだよな、まあ医学博士ではないけどっていう、医学書っていうか、医学に関することは健康オタクなのかな、単なるたまに理論的なことを読んだりもするんだけど、まあドイツ系のね、シュタイナーっていう、まあ、思想があって、シュタイナー学園っていうのは日本にもあるらしいんだけど、シュタイナー学園では日本のおじいちゃんおばあちゃんっていうのは、赤ちゃんの頃から孫のね、小学生の小学、赤ちゃんから小学生、幼稚園小学生あたりの子とお風呂に入るっていう習慣を、ドイツが元の学校ではあるんだけど、それに関して免疫力のことなんだけど、実はおじいちゃんおばあちゃんにとってはそれ孫と入るの嬉しいから、メンタル的にはすごく健康にいいのかもしれないけど、免疫学的なことで言うと、実はお孫さんの方にね、免疫力をつけるためのプロセスだったりすることが、その無意識のうちに知ってたかどうか知らないけど、それっていうのは、免疫力っていうのはね、まあいわゆる外で遊ばねえ子はあんまりもう弱っちいとか言うじゃん。それもなんていうかな、ある程度汚いものに触れて、まあその後洗ったりもしなきゃいけないけど、まああんまりな、無菌状態でばっかり暮らすると逆に免疫力ないっていうのはみんな知ってると思うけど、子供、おじいちゃんおばあちゃんが汚いってわけじゃないんだけど、その幼児期っていうか乳幼児の時期に、まあ、覚醒遺伝的な、ね、だからお父さんお母さんだとね、実は近すぎるんだよね、遺伝子がね。で遺伝子がおじいちゃんおばあちゃんぐらい離れちゃうと、一つ空いてね、ちょうどいい具合にね、免疫力がつくっていうか、おじいちゃんおばあちゃんが菌だらけってわけじゃないし、実はおじいちゃんおばあちゃんが孫がプールでもらってきた溶連菌と一緒にお風呂入るってことは命がけだったりするから、結構おじいちゃんおばあちゃんは命がけでお孫さんたちの免疫力をつけるために一緒にお風呂に入ってたってことが判明しちゃったなっていうね。結構じいちゃんばあちゃん大切にしなきゃいけないなっていうのが身をしみてまあ今さら手遅れだったりするんだけど、俺の年になっちゃってもういないからねっていう感じで、なんでこんなあっち湯船にじいちゃんと一緒に入らなきゃいけないんだとか結構思ってたんだけど、まあ人間の体には常在菌っていう、まあ、常在菌っていうのは、ね、体だけじゃなくて、まあ、世の中にたくさんあったりするし、
その善玉悪玉を含めて、だからヨーグルトとか漬物、お漬物とかに必要な、あの有用な健康になるための善玉菌もあるんだけど、悪玉菌もあったりする、まあ、それも全部含めていろんな菌に人間は免疫触れて免疫力が上がるし、ヨーグルト食うと免疫力アップっていうのは、菌食ってんのに免疫力が上がってるけど、悪玉菌食っちゃうと免疫系が破壊されて病気になる。そういう、まあ、菌の話、汚ねえ話かなと思うんだけど、ある程度タフな、あの人生いつどんなことがあるか分かんないけど、あ、タフになんなきゃいけないためのプロセスとして、じいちゃんばあちゃんと一緒にお風呂に入るっていうのは実は、ね、それ大切なんだけど、まあある程度ね、あの溶連菌を水道水からも発見されちゃったんだよ。それを人食いバクテリアって報道して、溶連菌と同じジャンルのね、バクテリア菌をそれ飲んじゃうと、あのかなり死んじゃう場合があったり、脳までその菌が届いて、あのだいぶ繁殖して、ね、菌ってだいぶこう体って全部つながってるから、口から鼻から脳までね全部口と鼻と喉ってつながってるじゃん。だから脳まで行って脳が食われちゃうの菌にね。そういうのを人食いバクテリアっていう溶連菌の話なんだけど、まあその免疫力とこのフィルター関係ないかもしれない。フィルターでこうこして、しかもなおさら煮沸っていうか、まあいわゆる沸かして飲んだ方が実は胎児には素早いよね。あの沸かすだけで水道から出せるよね。だからある程度このプロセスを多少ね、フィルター通す時間ぐらい回って、その後あの沸かすと、もうカッポキっていうか、ボビーオロゴンちゃんを思い出して、ナイジェリアの音楽好きだからさ、応援してるぜっていう感じで、まああの健康オタクなのかっていうので、まあ俺は浄水器の契約するお金はないけど、これのフィルター交換ぐらいの、まあにはある程度費やしてもいいかなと思って、これねブリタって言うんだけど、ブリタじゃなくても国産でもトーレっていう会社があるじゃん、東にカタカナのね、あれでも似たような浄水フィルターのついたこんなボトル昔3年前は売ってたよ、あのカタログで見た。だけど最近まあドンキではブリタがあったから、他のメーカーでもあるんじゃないの、国産でね。でまあ砂糖オタクでも、いや甘いもんオタクでもあるのはもうバレてると思うんだけど甘いもん嫌いじゃないからさ、でどこいいやつとかな、甘いシリーズかな、あれ、あ、そうだ、それでね、あれいつも行くんだよな、ちょっとカメラ止めなきゃいけない、まああの免疫力下がるとうつ病にもあるし、それで俺ね、フェイスブックに動画が残ってんだけど、3年前かな、2021年だから、まあ丸3年前の夏フェスじゃないんだけど、まあ夏フェスかな、まあここら辺の三浦半島の方の山奥でやってる、まあイベントっていうか夏祭り的な俺たまたまちょっと神奈川県の駅で降りちゃったんだけどってどうしようって言って連絡つく友達に電話したんだよ。じゃあそこ泊まんなっていうことでそこ泊まって、その後次の日に明日イベントがあるけど来ないって言われて行った時に、その会った友達何人かいて、今でも会えば顔覚えてるからわかるんだけど、っていうかまあ今回去年から来た時でももう何百か顔合わせた友達もいたりするんだけど、そこら辺のつながりでいろんなところに、あのもっと東京寄りの方にもまあこの前川崎大師も行ったしね、だからと川崎大師に、川崎の隣だったりすると大田区って東京になるから、あこら辺近況なんだよね、国境っていうかボーダーなんだだからボーダーのあたりにも意外と友達いるのかもしれないなっていう感じなんだけど、まあちょっと大変そうだな、あのあれだっけそのな、中島美嘉さんは
実はあんまり聞かない方なんだけど、オリオンがかなり急増部なのかな。まあそのオリオン伝説についてはまたその神話とかあのプラネタリウムの話になるんでやめますけど、弓道部の女子に撃たれて死ぬか、サソリに噛まれて死んじゃう、あのやりようってやりまおやりちん男がいたんだけど、まあオリオンってやつな、オリオンっていうスニーカー持ってるけど、それかとか思ったらオリオンか。俺今おるよとか言って、だいぶ危ないな、それサソリか弓道部女子にあのやられそうだなっていう状態なんだけど、っていうことがなんとなく分かっちゃったんだ。もしかして、ね、直接言われなかったんだけど、お前今オリオン履いてる状態だぞという、まあオリオンビールも飲んじゃってするし、あんまりお酒の宣伝するかしないかいいとしてる。でまあちょっとなぽいんだよ、あの俺が人生で一度だけ40年ぐらい前にロンドンに行った時に、最後から2分、まあ4回ロンドンでは引っ越ししたんだけど、10ヶ月の間にイギリスに行って引っ越しするの好きだから、3ヶ月契約でしか部屋貸してくれなかったりするとこ多かったりするんで、3ヶ月経つと次の部屋にっていう、まあ約束があったりする。だから4回引っ越す羽目になってしまって、本当は10ヶ月間ずっと同じ部屋でも全然俺は構わないし、あんまり引っ越しばっかしちゃうとずっと引っ越すとき大変だなとか思ったんだけど、まあ4回引っ越したうちのまあ4人大家さんがいるわけです。その最後の大家さんの名前言っちゃったな、フィオーナバレちゃったな。でまあ最後から2番目の大家さんももうバレてもいいんじゃないかとか思ってどうせみんな知ってんだろうって感じで、まあサデシスピカバンドのミカさんって言ったんだよ、最後から2番目な。ミカさん福井か、生きてえなメタボですよみたいな、俺の腹なんだけどいやまあ福井ね全然違う名前だったね、本名ミカさんじゃなかったってこと、最近まで知らなかったけど料理好きだったら、いや料理研究家のミカさんね、まあ、2代目があの霧島さんね、3代目があのカエラちゃんかな、会ってもねえのに誰々しいなみたいな感じで、まあ最後から2番目のロンドンだよね、あの大家さんミカさんだった。ちょっともうだいぶうちのおかんよりは1つか2つぐらい若いぐらいなんだけど、おかんよりかなり美人でね、あの1つか2つでもう5つぐらい若いから、まあおかんより美人で、まあノッポ系、まあノッポギャル好きなんで知ってるよねっていうだけど、美香さんには1度しか行ってないんだけど、まあ毎度のごとく部屋をだいぶ散らかしてるところを発見されて、お叱らで来いちゃったっていう、あの時は大変申し訳ありませんでしたっていう感じ。まあ最後から2番目の、ああその前の美香さんもロンドンで初めてな、あのデートの約束にこぎつけたんだけど、あのドタキャンされた美香さん、美香さんっていう一つ上の俺の一個上の、あのちょっと可愛らしい、あのサーファー風、サーファーか焼きなのかわかんないけど、あの結構当時日焼けしてたんだけど、かなり別品のミカさんっていうのを覚えてる。人生でミカさんか他にもいそうなんだけどねたくさんいるじゃんっていう感じなんだけど、そう最近のミカさんか、まあそれは、うん、でうつ病っていうのは俺がうつ病かどうかははっきり分かんない。そううつ病っていう、まあそいわゆる双極性障害っていう、鬱になったり肺になったり、ね、調子よくなったり、まあそれっていうのは医者が診断するのに、診断書を書くのにすごく都合のいい病気だから、何でも双極性障害っていう診断を下せば、あの診断の乱用っていうのが、まあ、医学会っていうか、まあ、医師会っていうかドクターがいなくって、もうとりあえずこの病気に人としてカルテ書くためにはもう厳密にどう分析するより双極性障害にしまえっていう傾向もなきにしもあらずだけど、まあずっと落ち込んでるだけの人でもなかったり、元気だったらあの落ち込んじゃったらみたいな人は、まあどっちかというと双極性障害
と診断しやすいっていうか、まあ診断しそっちのジャンルにくくっちゃえば結構楽にカルテが取ってるってそういうの、まあそうじゃない場合もあるけど、だけどあのうつ状態っていうか、まあ、ドスンとこう落ち込む場合はあの、うん、免疫力下がったりする話だから、あのそれ心理的なその要因もあるけど、生活だから免疫力でもその下がると鬱になるっていうのはもう大体みんなこう俺のチャンネル見てると医学学生じゃねえくせに分かってるとは思うんだけど、じゃあ原因としてきっかけは俺がきっかけで、あの心因状態心因的な原因はな、あの心理的原因は俺がきっかけで鬱になっちゃったけど、それ俺がきっかけでそうっていうか肺に慣れ戻るかっていうか、ちょうどいいぐらいに気分治るかっていうのは大変そうだなっていう、それ俺にそんな力あるかっていうことなんだけど、まあとりあえず免疫力の方、体の方から免疫力を上げる生活し心がけたらちょっとは助けないじゃない、その心因が心理的な要因がまずあの外部人間的なもん、人間関係的なもんだったとしても、だって病院行けばお薬飲むじゃん、それっていうのは体の中に、だって脳が効くとか言うけど、最近は内臓脳ってまあいわゆる便秘がちだと怒りっぽいってまあ俺なんだけど、下痢がちだと神経質になるよ、内臓が下痢がちっていうか、お腹緩い人は神経質な人だと。だからあのその腸の状態だけでも実は腸の具合が悪いとメンタルが怒りっぽくなったりとか、で神経質になったりとか、いろんなベクトルに向いちゃったりするんだけど、それって昔はねお薬っていうのは全部脳に効くから、最近までだけど脳に効けばあのメンタルが治る、脳に効いた状態を命令すれば他の体の部署にもあの影響が出るっていうのが西洋医学ではまあ常識だったし、まあ今でもそういう理論もあるけど、実は内臓とか体の方が良くなれば脳ももしかしてよく関係してるっていうのがかなり裏付けされてて、そっちの方の、 あの治療の方っていうかも方面があったりするんだけど、前立腺もいつか言ったけど、まあうつ病になったりするして、しかも甘いものにはまったりとか、食うのにはまるとある程度安定したりとかでやり過ごすんだ、だから双極性状態だったりとか、双うつ病のまあ俺メータルの病院よく見てたから見てるし、俺も実際体重増えたり痩せたりするやん、それであの急激に食いすぎてあのメンタル持ち直すために食いにはまるのもその場しのぎにはいいけど、まあ次にまた健康な体の体重に戻すの大変だな、どうすればバランス取れるんだろうっていうことで、うーん最初の頃紹介したので前立腺斑っていうのは急激に血糖値上がんないから、まあいわゆるその炭水化物をの補給の回数が減るよね、急激に上がるとさ、まだ加工もあるから下がったらもう一回補給しなきゃいけないから、ゆっくり上がるとさピークの数値は一緒なんだけど、あのこうぐーっとだけどこのカーブがね早いとあの落ちるのもまたあるから、それにまた補給する、だから補給の回数少なくなるじゃん、急激に上がらないからね、グライセミック数値っていうか GI 数値、グライセミックインデックスのことを GI っていうらしい、グライセミックインデックスから、まあ正しくは発音できなかったかもしれないけど、で最初の頃前立腺斑とかまあ玄米でもいいしね、だからグライセミック数値が急激に上がらない食品っていうか、それをだいぶゆっくりにさせる食い物っていうのはたくさんあったりもするから、このルイボス、あ、これこっちか、
ジャスミンティーもね、これ結構いいよね。あの、ごめんごめん、ゾンダイラーって言って、あの、いい香りするから、体の中から、お腹の中からいい香りしちゃうと、あんまり、あの、お化粧品で外から振りまかなくても、あの、体の臭さっていうのは内側から結構、もしかしたら変わるかなと、勝手に自分で人体実験してます。あの、いい香りを内臓からちょっとやってみようか。ルイボスティーはめちゃくちゃ香りは良くないんだけど、あのグライセミック数値ね、グライセミックインデックス GI 数値、 GI 値がいいから、あの急激に上がらないようになってるから、あの水代わりに飲むんだったら、まあさっきのこの組み合わせでやっちゃおうかっていう感じで、あの他にもグライセミックインデックス GI 値が緩やかなカーブになるような生活食品とか、まあ、生活の仕方もあるんだけど、それやるとあの体重の急激な増加とか減少っていうのは、もしかしたらなんとかそれっぽい生まれつきね、性格上もあるし、その体質上もあるから、俺なんか特にそうだから、ある程度まあ緩やかな体重の上昇増加と減少になるかなっていう感じで、まあとりあえず持ち越している、持ち越している俺だけはね、だから大変そうだから、あの本当申し訳ない、あの動画がどうやって消すんだろうと思って、たまたまスケジュール的にちょっと合わなかったのに俺がテンパっちゃったねっていう、申し訳ないなこれな、まあしょうがないよで、まあ友達にハードコアパンクスっていうバンあのジャンルのね、昔まあ30年か40年くらい前によく流行った、ちょっとコア表のプロレス団体のメンバーかなって思うような、勘違いしちゃうようなコア表のジャンルの友達も昔はいたんだし、いたし、まあ今でも街で見かけても全然平気だったり、もしかしたら共通の友達いたら普通に話しちゃったりしそうなんだけど、あのまあハードコア、ハードコアっていうのはそのコアな音楽趣味だねとか言うけど、まあコアって核だよな、あの核融合のことをコアって、核爆発のと核を壊すと核融合とか核爆発でエネルギー作るんだけど、コアがハードなんだろう、硬いコアをバーンとこうなかなか壊れないんだな。でまあそうなのかっていうと、本当はあの成人映画のジャンルでハードコアっていうジャンルがあって、まあ一番まあ全くあのこれ映画館でハードコアの成人映画をやってるとこはあんまり日本じゃないんじゃないかなっていう感じで、まあ映画館自体あるのかって感じだけど、まあ成人映画のジャンルのことで、まあ一番際どいとこやってるのハードコアって言いますそこからハードコアパンクスっていうようになったらしいんだけど、結構あのスマートフォンの中に俺あの入ってそうだと、あの最後から2番目の大家さんにそっくりなハードコアムービーがあるのかも、2つくらいあったの見つけちゃったんだなそんな目で見てたのって言われたら、いやママとしては見てないよって終わり。
Thank you.